ました乃木坂工事中司会のバナナマンです。よろしくお願いします。そしてそして乃木坂ちゃん、君に決めた。なんかいい感じですね。君に決めたっていうね。なんだ。はい、じゃあ本日やる企画発表お願いします。参りましょう。後輩召喚代理バトル。後輩召喚。今回は先輩メンバーを3チームに分け、さまざまなゲームで対決。ただし対決するのは先輩ではなく4期生。各チームに振り分けられた4期生カードを使って対決ごとにどのメンバーを戦わせるか、後輩の能力、得意不得意を見極めて消化。対決の順位によってポイントを獲得し、最終的に最下位だったチームは先輩メンバー4人で罰ゲームを受けてもらいます。ポイント最下位のチームの先輩4人には全員でビリビリ椅子2022、2022ってのは何か違うんですか？これを受けてもらう。だって2021でとんでもなかったですよ。ああ経験した人は2022はパワーアップしてる。おもう本当にこうもうダン取れちゃう。私たちだけなんですか？後輩には罰はないんですか？ないのよ、そこはやっぱ先輩っていうのがやっぱケツ持つっていうのがまあ世の中の仕組みだからそりゃそうでしょう。じゃあ本気で負けないようにやってください。はい、ねえシーン。はい、なんかもう負けん顔してんな。いや、イカゲームに来たわけじゃないんだから、ね、その格好も込みでなくて、暗いわ今。みんな46番になっちゃってる。大丈夫、ね、だから後輩は後輩で、あの聞いてるかな、後輩は4期さん4期。はい、いらっしゃ。あいいですねみんな。どこに閉じ込められてんだよ4期は。あのルール聞いてた？はい、あのこれ先輩が負けるととんでもないことになるから、はい、だからもうみんな必死でやんないと。そうよ、ほんと先輩たちはビリビリ椅子がほんと嫌いだから。そう、4期みんなやる気満々ですかね？はい、すごい元気。4期本当。松尾おめでとうございます。待って待って松尾さん、ちょっと待って待って、今松尾って言ったの。おはようございます、頑張ります。岡田さんが松尾って言うとおはようございますって言います。どうした、なんだ変なになってんな。松尾はい頑張る。はい頑張ります。大丈夫、やれそう。はい大丈夫です。元気はあるな、でも中身がないね。これからこれから、はい、これからこれから弓木。はい弓木はダメだろう、どうせ。絶対に任せなさい。なんだ任せなさいって上からだ。弓木はもうどうせダメだろうって言われてたよ。誰ですか？いや俺だよ、俺俺しか喋ってねえ。あの子大丈夫か？心配だな。頑張ってくださいね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。日村さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。気持ちがいいね。宝塚から返事みたいな。素晴らしいね先輩たち、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。遅れてる人がいっぱいいるんだけど、下のあたりが遅いんですけどね。そうなんだよ、はい、じゃあ日村さん、はい、最初のゲーム発表してください。三つどもえ綱引き対決。各チーム2人ずつ4期生を選び、3チーム同時の綱引きで対決。それぞれ綱の先頭についてる目印を自陣の線より外に出せば勝利。残った2チームで再び綱引きを行い、最終的な順位でポイントが決定。まずは各チーム手持ちのカードから召喚する4期生2名を選抜します。なんか資料があるのそれ。運動大会とかやった時の 50m 走とか。ああそういうのあんだ、データあるんだ、はい、あすごいマジだねこれ。誰が力強いんだろうね、パワー系誰だろう。でもパワーだけじゃダメだよね、駆け引きるよねこれね。綱引きといえば日村さんだからね。俺のはもう駆け引きもあるからね、実は知ってるからね。いいですか、いきますか。じゃあ一斉にいきましょうか、カード出してください、どうぞ。どうぞ。さあ来ました。じゃあ秋元チーム誰ですか？ゆみきちゃんとセイラ、うん、わなんか、なんでこの2人、うん、いやあの他の2人はちょっとか弱そうな2人だったっていうのと、遠藤北川、はい、うん、あのゆみきちゃんはちょっともう頭脳の方で戦えないなと思ったので。確かに、もう体力で頑張ってもらわないとって、頭脳の方ダメでもパワーは意外とあるかもしれないね、うん、なるほどね。さあそしてアスカちゃんのところね。はい、神奈川と柴田です。
多分神奈川ちゃんはなんかパワー系いけそうだし、神奈川ってなんか細細のイメージなんだけど、でもバスケもできるし、うん、ダンスも結構力強い系なのでなんかいける気がするのと、柴田ちゃんは負けず嫌い、そうからやってくれるかな。負けず嫌いは大事ですよね。大事ですね、どの競技にも、うん、はい、新内チーム、はいはい、すごいデータを照らし合わせてすげえ面白い、これなんかあの2人、若い2人が競馬場にいるみたいなさあ、そこの新内チームは誰ですか。はい、田村松尾で、田村松尾、松尾、はい、強そうだな。そうなんですよ、田村ってでも力強い系かね。元ソフトボール部、あー運動やってたから、なるほど。松尾は、松尾ちゃんもあのロンダーアートできますね。あーできる、足腰がしっかりしてないですね。すごいね、あーこれどこが勝つんだろうね。いい勝負かもね。先輩たちは後輩の能力をうまく見極められたのか。それではイデオ4期生、まずは秋元チームの2人ですけど、どうですか、選ばれて意気込みのほどは。死ぬ気で頑張ります。気合入ってますね。はい、飛鳥ちゃんチームですけども、うん、いや絶対先輩たちにビリビリさせるわけにはいけません。そうね、神奈川とか大丈夫、なんか病気なの。大丈夫、顔色悪くないか、大丈夫。なんか今病院の今日はお天気いいからちょっとだけみたいな。いや大丈夫、今大丈夫、力ある。力は自信はありませんが、うん、弱音を吐かないように頑張ります。弱音は絶対吐かないで。弱音をここで吐いたら先輩がっかりだから。さあそして新内チームのお二人は、ここなんか強そうだよな。ねえ、運動やってた二人とも。はい、はい、運動してました。あら、うん、ここで先輩との絆を崩すわけにはいかないので、うん、もう絶対負けないです。なるほど、本当だよな、ね、はい、あとでもパワーだけじゃないんですよねっていうのは。それはね、三つどもえだから。これそうだ、ちゃんと作戦練りました。作戦練った、はい、ユミキはその作戦はちゃんと理解できてるの。パワーのユミキ、頭脳の早川でいきたいと思います。ほらよらい面白くなってきたぜ。さあじゃあ位置についてください。色のところね、なんか先輩がアドバイスしてる。じゃあおいで、はい、頑張って。もう秋元チームは全然、秋元チームやばいな。ちょっとどうし、あの2人はもう先輩の助言も聞きやしない。先輩に選ばれた後輩たちはどんな戦いを見せるのか。よっしゃ、じゃあ行きますよ。頑張れ、頑張れ。それでは三つどもえ綱引き、よーい、いけるいける。チームやったね。ありがとうございます、ね、何かさ、始まる前にちょっと呼んで作戦みたいなの言ってたじゃない。でも何を言ってた。イカゲームを見たと言ったので絶対いけると思う。イカゲームを見たって言ってたから、姿勢を低くして重心ちょっと低くしようと、一定のリズムで引くっていうのは。ああ、イカゲーム、イカゲームだすごい。いや、つか負けた2チームすげえ残念な顔してるわ。秋元チームの2人も結構あれ勝つかってとこあったよね。最初の調子良かったよね、秋元チームね。すいませんすいません大丈夫です。そうだな、負けたら土下座は当たり前だよな。そういうんじゃないから。そういうんじゃないみたい。まだ分かりません。こっから直接対決。そう、綱引き最下位になるのはどちらのチームか。さあ両チーム裸足になりました。よし、あのスタジオ釘とかいっぱい落ちてるから気をつけてください。みんな広い広いいやいや、ごめんなさい、その辺はない、その辺はない。ここ負けらんないね、秋元チームの2人。はい、さっきは先輩のところ行かなかったけど、今行って何をアドバイスもらったんですか。
声出すことですね。声を出す、声を出す、はい、そしてあすかちゃんチームの2人も、はい、なんかアドバイスもらいましたね。大丈夫だという言葉をいただきました。大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だの言葉、大丈夫だの一言。さあ行きますよ。はい、それじゃあよーい、強かったっ、強かった。でも一方チームアスカ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。いや来たのは大丈夫って言ったけど、アスカちゃんも全然アスカちゃん、アスカちゃんそんな顔してダメ、大丈夫大丈夫大丈夫、まだまださあ盛り上がってまいりました。第2ゲームいきたいと思います。皆さん記憶力対決、各チーム4期生を1人選び3人が対決。一人ずつ好きな単語を言っていくのだが、次の人はそれまでに出た言葉を全て復唱してから自分で新たな単語を一つ追加。一つずつ増えていく単語を順番通りに全て記憶し、途中で単語を忘れたり順番を間違えたメンバーから脱落。最後まで残ったチームが1位のポイントを獲得します。これなんだろ、やっぱ学先輩たちは後輩のどんな能力からメンバーを選ぶのか。関係ない場合、関係ないか。それで一戦出してください。せーの、ドン。さあ出揃いました、チーム秋元。はい、北川由里ちゃんにしました。わ、これは取りに来ましたね。北川、はい、いいの持ってたな。北川はもう頭いいですもんね。はい、もう難しい言葉を言ってもらっちゃったら勝ちなんで。なるほど、難しい言葉で相手が何だっけってやつ、ね、あ、いい作戦ね。なるほどね、なるほどね。そしてチームアスカ、ここは取りたいよ、はい、やっぱりあのリカちゃんを選ばせてもらったんですけど。お、はい、お、これはなんで。あのこの中で、まあ、新4期生ということで少し遅れた加入をしているんですけど、はい、その分まだスポンジの方が十分に滑るんじゃないかと。なるほど、もう私なんかはもう今更新しいこと言われてもスンと抜けてしまうので。そんなことはないなんか確かに覚えたりとか得意な感じもするよね、佐藤理香。はい、さあそしてチーム新内は、はい、ヤクボちゃんにします。ヤクボ、あ、ヤクボもそうです、現役ですもんね。そうですね、うち学生が現役が黒見と松尾も現役の学生なので。なるほど、ここもいけるかなと思ったんですけど、今回はデータベースで。なるほど、あ、強いな新内チーム。頭脳の結果が北川が1位で2位がヤクボだった。そうかそうかそうか。頭脳王の結果は戦いにどう影響するのか。イデオ4期生、イエーイ、かっこいいな。頑張れ。かっこいいなこれ。これ北川圧倒的有利かなと。データベース上は自信ありますか。記憶力に関しては頑張りたいなと思ってるんですけど、うん、この先輩方に罰ゲームをこう受けさせちゃいけないっていう緊張から今すごいドキドキしちゃってる。なるほどね、プレッシャーが乗っかってるからね、うん、佐藤。もう両側が頭いい2人、うん、なので粘り強く、うん、コツを掴んじゃえばこれ結構永遠にいけるから、ね、そうそうそう、タモリさんが言ってたよね昔。なるほどね、もうヤクボ、はい、どうですか。多分こう学力テストの結果で私選んでいただいたと思うんですけれど、ね、お勉強ができることと記憶力って私はあんまり比例しないと思っているので。頭良さそうな回答だな受け答えがすごくしっかりしている、うん、じゃんけんぽい。じゃんけんの結果、順番はヤクボ、佐藤、北川に決定。じゃあそっち行ってください。さあそれじゃあ行きましょう、はい、記憶力対決用意スタート、はい、リンゴ、リンゴ、リンゴ、国語、リンゴ、国語、みかん、リンゴ、国語、みかん、こたつ、リンゴ、国語、みかん、こたつ、数学、リンゴ、国語、みかん、こたつ、数学、ごま、ごま、リンゴ、国語、リンゴ、国語、あれ？リンゴ、国語、リンゴ、国語、みかん、こたつ、数学、数学、あと1個、数学、あれ
やばいか。おもろいと思って。ごま。おい近くにいるな。すげえ近くにいた。ジャージ。その後3人とも順調に数を増やしていき5周目に突入。テレビ結構いきましたよ。だねー。さあ役棒いけるかな。リンゴ、国語、リンゴ、国語、リンゴ、国語。甘っ。5秒前、4、3、ごま、2、1。あーあー、頑張った頑張った。ここでこのターンをクリアできれば2位以上が確定する佐藤は順調に記憶をたどっていき、社会、不衛生、会、図工を、違う図工じゃない、私の自己紹介それは。やばいぞ。何ですか今。何。しかし最後の一つがどうしても思い出せず、佐藤もこのターンで脱落。さあ、そう、北川が言えたら1位だ、ね、言えたら1位です。難しいんだね。やばい、スタートが分かんなくなっちゃう。あ、出た。大丈夫だよ。リンゴ、はい、国語、みかん、こたつ、数学、ごま、ジャージ、社会、笛、イカ、貝、テレビ。うわー、チーム秋元勝利です。素晴らしい。レモン。敗れた2人による果物縛りの3位決定戦、ヤクボが勝利し最下位はアスカチームに。アスカちゃん、ちょっとポイント的にはちょっと苦しいですけどね、アスカちゃん。でも後輩も頑張ってるから全然大丈夫です。これはでもむずいよこのゲームは、ね、なあ悔しいな。あ、泣いてる、うん、そう、だから今涙が出るまで待ってるんだよ。どういう待ち方よ。でもさ、オレンジが出なかったんだからな。なんで追い込むの、なんで追い込むの。しょうがないよな。見れません。見れない、うん、そうだな。あの先輩たちがビリビリ椅子に座るかも。そうだよ、次もし呼ばれたら頑張ってね。次で頑張んなさい。これ呼ばれて対決するのも緊張すんね。いや今のゲームやだよ。一人代表だと直接ビリになるじゃん。そういうのマジ嫌だって。あれ俺だって泣いちゃうよ最後俺に出なかったら。井村さん、続いてのゲーム発表してください。リンボー対決。リンボー、リンボー、リンボー。各チーム4期生を1人ずつ選んで110センチの高さからチャレンジ。バーの高さを下げていき、失敗したメンバーから脱落。最後まで残ったチームが1位の5ポイントを獲得。ここはチームアスカ5ポイント狙いでいかないとまずいですよ。これはもうだいぶ超いいの持ってる。あ、本当そう。超いいの持ってますか。超いいの持ってる。超いいの。ちょっと決まって見えました。まあ、これ出た瞬間に光ってました。これ。かわいいね。じゃあ各チーム召喚する4期生カード出してください。どうぞ。はい。どう。アスカちゃんチームから聞きましょうかね。はい、柴田優奈ちゃんです。柴田、お仕事。柴田ちゃんは新体操をやってたので、絶対強いんですよ。新体操をやってたら柔らかぐにょぐにょだよね。関節なんてもないので。マジすごい。記録15センチとかいくんですよ。一回人間それ。さあ、そしてチームは誰ですか。はい、遠藤さくらちゃんです。わ、遠藤。遠藤、これはなんか動きがしなやかなイメージがあったので。ダンスとかがしなやかで。あ、そうか。体が柔らかいかわからないんですけど、しなやかさでいけるかなって。しなやか。さあ、そしてチーム新内。あそこいつもデータをすごいんですよ。あそこは強いね、今のところ強いよ。あそこはデータ派ですからね。架橋ちゃんに。架橋。これはなんで。まあ、素晴らしっこそうなイメージもありますし、はいはい、身長的にも小さいのでさくらより身長だけで10センチ違うので、ああ、あの10センチ分はもう先に抜けるということで。なるほど。これってどうなんだろうね。ちょっと期待してますね。はい、わかりました。負けられない飛鳥チーム、新体操経験者の柴田の実力は。遺伝を抑制。かっけえ、かっけえな。
さあチーム秋元、はい、遠藤どうですかリンボーダンス。わかんないですね、やったこともないので、うんうん、あ、やったことない、やったことないですけど、でもいや先輩を守るために今日は来てるので、ね、自信ないとか。柔らかいの体はそもそも。柔らかくないですしなやかとは一応言われてたけど。でも遠藤って確か、うん、ぶら下がりステークス1位、うん、過去ぶら下がりステークス1位だ。なんかここぞという時に強い感じ。守ってくれそ う, もう背骨が折れてもいくかもしれないちょっとそれだけはみんな絶対やめようね、はい、さあそしてチームアスカ、ここ勝たないとやばいんですよ。もう絶対ここはねもう1位取んねえダメ。ここで取らないともう、うん、はい、そうです。頑張ります。大丈夫です、はい、頑張って頑張ります、ね、さあそしてチーム新内が駆け足、はい、駆け足。全然自信ないです。うわ体柔らかくない。もう本当に硬いと思うんです。マジか。あれみんな自信ないってよ。うん、大丈夫。では駆け足ちゃんあの電流が気持ちいいですって言ってたので、はいはい、ちゃんと根性はあると思う。根性は根体力根性でやり抜く根性で。この後全力貧乏に先輩大興奮。まずは110センチのバーからチャレンジ。それじゃあいきますよ。レッツリンボー。頑張れ。いけるかもしれない。あ、でも全然いけそう。あ、腕当たんないよね。おー。あ、それ。オッケー。さあ、柴田。レッツリンボー。頑張れ。頑張れ、ゆずさん。おたら結構厳しめ。大丈夫。あの顔を掘らせて。5センチ下げたバーを遠藤は超えられるか。さあ行きますよ。105センチ。無理かもしれない。無理かもない。大丈夫。チーム秋元遠藤。レッツリーボー。頑張れ。頑張れ。上向いて上向いて。頑張れ。いけるよ。下を頭を下げてくぐってしまったので遠藤はここで脱落。あ、さあでも残り2人も記録ダメだったら。そっか、まだ分かります。さあ105。柴田さっきの余裕だったもん。さあ柴田行きましょう。レッツリボー。頑張れゆな。頑張れ。やっぱり余裕があるまだ。さあ駆け橋レッツリボー。軽く触れましたね。軽く触れる。ギリギリだった今。だけど。この時点でチーム秋元ピリということですね。遠藤がね脱落ということで。ちょっと待って、駆け橋が今やばいっす。ここからは柴田と駆け橋の一騎打ち。じゃあ2人の対決になりますね。はい、レッツリンボー。頑張れ。ほらほら。いや、手手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 駆け足。さあ駆け足いくぞ。レッツリンボー。危ない危ない。そのまま移動すればいけるいける。アウト。面白いこれ。いけなかったな、これは。もう筋肉痛きてます。もう筋肉痛きてます。いや、柴田これいいカード持ってたね。よかった。チームアスカ、柴田の勝利。5ポイントがつくんですね。もうちょっと行ってみてよ。90センチ行ってみよう。個人的なチャレンジ、はいはい、え、あ、でも、番組ブルーレイ第5弾は1月26日発売。新内、星野の卒業セレモニーが開催決定。チケットモバイル先行受付中。次回、衝撃の結末。坂口珠美です。くじ引きます。
はい、こそこそ耳打ちです。チャンネル登録よろしくね。